初代ランズダウン男爵、ジョージ・グランビルは、イギリスの詩人、劇作家、政治家、バーナード・グランビルの息子として生まれた。第三代、バース伯爵ウィリアム・グランビルの相続人でもあったため、ジョージ・グランビルはその出自の影響を受けて、トーリー島員かつジャコバイトになった。最初は、政治と文学の両方に興味を持ち、1677年に、 ケンブリッジ大学トリニティカレッジに入学した。在学中に、ジェームズ2世の王妃メアリー・オブ・モデナが、ケンブリッジ大学を訪れた時、彼女を歓迎する施策を書いた。その後は、パリで過ごし、1688年の名誉革命で、ジャコバイト側が敗北すると、イングランドで、しばらく引退生活を過ごした。1690年代中期までに、ジョン・ドライデンの友人になり、 劇作家としての道を歩むようになった。グランビルはザシーガランツという風俗喜劇を書いたが、1695年の上演は失敗に終わった。他にもホメーロスのイーリアスの第一巻から取ったザ・ヒロイック・ラブを書き、ドライデンに習ってウィリアム・シェイクスピアのベニスの商人の18世紀版といえるベニスのユダヤ人を書いた。また1705年の ザ・ブリティッシュ・エンチャンターズというオペラ風な華やかな演劇はトマス・ベッタートン一座の上演が成功を収めグランビルの作品では最も成功した演劇であったサミュエル・ジョンソンはグランビルの試作がエドマンド・オラーのそれを盲目的に模倣したものであると評したがグランビルの試作の一部は発表当時は人気があったまたグランビルはアレキサンダー・ポープを激励しており ポープはアーバスノットに与える書でグランビルへの謝辞を書いている。グランビルの両親と親族にあたる初代バース伯爵、ジョン・グランビル、第2代バース伯爵が1701年に相次いで死去し、1702年にアン・女王が即位するとグランビルは正解で力を発揮するようになった。まず初代バース伯爵の家族からの支援を受けて1702年にホイ選挙区で 庶民委員議員に当選、翌年にペンデニス上総督に任命された。議会では、ロバート・ハーレーの勢力圏内で活動、ゴドルフィン・マールバラ政権中の1710年には、ヘンリー・サシュベレルを弁護して、名声を得た。ゴドルフィン・マールバラ政権が倒れると、グランビルは、コーンウォール選挙区の議員になり、1710年9月28日には、戦時大臣に任命された。 戦時大臣の在任中に、軍需品や母兵に関する重要な法案が議会を通過するよう留意したが、トーリー党政権期のグランビルは、家族ナイフにや、法廷闘争に悩まされた。すなわち、第三代、バース伯爵ウィリアム・グランビルが1711年に、子供のないまま死去すると、ジョージ・グランビルは、グランビル家の四つ銀になったが、 バース伯爵は継承できず、1712年1月1日にビディ・ォードのランズダウン男爵に著されただけだった。ジョージ・グランビルは多くの時間や資金を費やしてバース伯爵の爵位を確保しようとしたが、結果は失敗に終わった。戦時大臣としても汚職を疑われ、また選挙で対立候補を立てられたため資金を費やして選挙戦を戦わざるを得なかった。 1712年8月18日、数密顧問官に任命された。また、1712年7月から1713年8月まで王室監査官を、1713年から1714年まで王室会計長官を務めた。1714年に、安女王が死去すると、ジョージ一世が王位を継承したが、ジョージ一世が保育等を支持したため、 トーリー党員で官職を務めた人物はほぼ全員、罷免され、ランズダウン男爵も、その一人だった。ランズダウンは不平を感じて、ジェームズ・ローシン王と秘密裏に文通を交わすようになり、ローシン王は、アン・女王が創設した、ランズダウン男爵の爵位を承認しなかったものの彼を、改めて、ランズダウン男爵に除し、さらに、バース伯爵にも除した。 1721年11月3日にはさらに、モンク・フィッツ公爵とアルベマール公爵に属した。これらの爵位はいずれもジャコバイト貴族における、イングランド貴族に属したため、グレートブリテン王国国内では承認されなかった。このうち、フィッツ・ヘモンは、カソとされる、リチャード・デグレンビルが、ロバート・フィッツ・ヘモンの部下だったことに由来し、モンクと、 アルベマールは文句家のアルベマール公爵位に継承者がいなくなった場合にバース伯爵家が継承するとの規定に由来、ランズダウンはソフ・ベビル・グランビルがランズダウンの戦いで戦死したことによる。また、1721年11月3日に創設された爵位は男系子孫が絶えた場合に弟バーナードの男系子孫が継承すると定められた。 1715年ジャコバイト放棄が勃発すると、ランツダウン男爵も加担した容疑者の一人として1715年9月26日から1717 17年2月8日まで、ロンドン島に投獄された。1721年にパリに移って、アタベリー陰謀事件に関与したほか、そこで10年間住み、多くの作品を表した。アタベリー陰謀事件が失敗に終わると、 1730年に、ジョージ2世への中世の誓いをしたが、以降は政治に関わらなかった。1735年1月29日、妻の後を、応用にロンドンで、死去、2月3日に、セントクレメント・デンズの教会に埋葬された。継承者となる男子を設けなかったため、ランズダウン男爵は断絶、ジャコバイト貴族としての爵位は、弟、 バーナードの息子バーナードが継承したが、彼が死去すると1721年11月3日に創設された社位は断絶した。1711年12月15日、ウェストミンスターのセントマーティン・イン・ザ・フィールズ協会で、メアリー・ビリアーズと結婚、4条を設けた。ありがとうございます。